い、皆さんこんにちは、アンデレングルフィッシュです。今回ですね、お届けしていくのは信長の野望創造の、パープキットですね。特にですね、今回プレイしていく内容というのはイベント回線でですね、川中島の戦いをプレイしてみたいと思っています。川中島の戦いは、すごく戦国史上の中でも有名な戦いの一つだと思うんですが、甲斐の武田信玄と越後の上杉謙信が戦った有名な戦いの一つです。今回はその戦いのイベント回線の様子を中心にお届けしていきたいと思います。プレイアブル大名は武田信玄でプレイをしていきたいと思います。早速始めていきましょう。で、今回はですね、川中島の戦いのイベント回線まで一番手っ取り早く進む桶狭間の戦いのシナリオで、プレイをしていきたいと思います。早速見ていきましょう。永禄3年、武田信玄は軍師山本勘助に命じて北信濃に海津城を築かせた。築城の目的は武田の盟友北条家の攻撃を続ける長尾景虎を牽制することにあったと。この長尾景虎というのが、後の上杉謙信のことですね。信玄は海津城に高坂正信を入れると北信濃周辺に兵を集め長尾軍との決戦に備えていた。景虎は必ずや自ら兵を率いてこの地に来るであろう。それはなぜにございますかというのが正信ですね。ふふふ、景虎はわしを嫌っておる。実の父を追い出して家を乗っ取り、欲の赴くままに卑劣な策謀で領地を広げる外道だとなと。そこまで自分で言ってしまう信玄もどうかと思うんですが、さすがに高坂正信も言葉を失ってますね。故に自らの手でわしの息の根を止めんとするであろうということですね。そして、この固めの男が山本勘助、武田家の軍師と言われていた男ですね。勘助、何か策があるようだなと。この地にて、影虎目に引導を渡す策があるというふうに言っています。その策、キツツギが虫けらを脅かし慌てふためき飛び出すを食らうがごとくということで、これが川中島の戦いで、有名な山本勘助の策、キツツキの戦法ですね。このキツツキの戦法を山本勘助が今信玄に進言しているというような状況です。さあ、それでは、早速ですね、イベント回線が始まる川中島の戦いのためにですね、いくつか準備があります。まずですね、信玄と勘助を出陣させる必要がありますので、信玄勘助を海津城に、兵を進めましょう。これでいいですね。先ほどちょっと簡単にお話ししましたけども、シナリオ自体は桶狭間の戦いのシナリオなので、ここで桶狭間の戦いのイベントが発生してますが、これはちょっとね、スキップさせていただきたいと思います。信長が今川義元を討ったというようなところが今流れていた内容ですね。で、これが家康が独立したよというところです。そして今信玄勘助が海津に着きましたと。必ずや勝つ、待機せよ。そしてここでシナリオが進みます。北条家の圧迫を受けて関東管領上杉、これは何だろう、なんちゃらは越後へと落ち延びたということで、これがですね、上杉を名乗る謙信がですね、上杉を名乗るきっかけになった出来事ですね。これを機に長尾景虎は上杉姓を名乗るようになったと。そして同時に、
関東管領職も引き継いだという逸話です。この長尾景虎、関東管領を務めるということですね。これで、晴れて長尾景虎から上杉と、この時点では上杉景虎というふうに名乗っていたんだと思います。謙信というのは、まあ、出家した後にね、名乗った名前だというふうに言われていますね。さあこれで川中島の戦いのイベントが進みます。戦国伝を進めますかということで進めましょう。まずは西条山、西条山に上杉、正虎が布陣するのを待つということで、まあ、出陣してきましたね。今なのでこれはしばらく海津城で、上杉勢が来るのを待てばいいとこですね。そしてやってきましたということで、イベント回線に入っていくのかと思います。深夜海津城、山本勘助考案の木月戦法を実行に移すべく、高坂正信と馬場信春の別動隊は西条山へ向けて出発することになったと。頼むぞというふうに言っていますが、まあ、これはですね、まあ、この後すぐイベント回線始まると思うんですが、見事に謙信に見破られてしまって、逆に信玄がピンチになるというのがあったんですね。まあ、これをなんとなく、まあ心配していたような、そういう一幕が今繰り広げられています。そしてイベント回線を行いますか。はい、信玄の本陣の目の前にいるはずのない謙信の本陣というかね、本体がいたというところだと思います。さすがは軍神、海の虎よ、いざ雌雄を決算、かかれ。信濃の国川中島で竜虎相打つ激闘が繰り広げられた。海の武田、越後の上杉、神武に優れた両雄が直に刃を交えたのである。覚悟、実力の拮抗する二人の戦いは熾烈を加え、後世まで伝わる名勝負となった。バカな、信じられん、なぜと勘助の啄木の戦法が見破られてうろたえていますね。まさに、上杉軍の攻撃に備えよということで、上杉は車がかりの陣で攻めてきているので、信玄は迫力の陣を引けと言っています。で、西条山の者たち、高坂正信、馬場信春が戻ってくるまで耐えよというふうに言っています。謙信を撃破せよということで戦が始まりましたが、まずは、陣立てから見ていきましょう。味方は正景1500、信門1500、勘助1500、信玄本体が3500、総勢8000ですね。で、一方、上杉勢ですが、謙信本体が4000、宇佐美1500、村上1500、柿崎1500、斎藤1500、正景1500という布陣、さらに西条山への抑えとしてさらに1500ということで、総勢1万3000の軍勢ですね。というわけで、西条山が多分ここだと思うので、ここから信春と、正信が出てくるのを待つ必要がありますので、陣としてはですね、徐々にそっちにシフトしていけるような陣立てにした方がいいと思うので、承知いたしました。
という感じかな。なんとか剣心の本体が迫ってくる前に行きます。かかれかかれ。信玄を西樹山の方に逃がしていく必要がありますね。で車がかりか。ここはなんとかコブをかけて防御力を強化しましょう。川中島の武田軍本陣な、何者だ、止まれ。ぐわ、お前は終わりだ。ぐー、はははは、はよくぞ受け止めた。されどこれが貴様の刀か。その貧弱な軍配が。ほざけ、大将に刀はいらぬ。大将の刀は斧が真のみ。雑兵のごとく心のままに刀を振る貴様は大将の器にあらず。なるほど、これで謙信と信玄の一騎打ちのシーンですね。おそらくそうなんですよ。神奈川島の戦い、何度か信玄と謙信、まあ、武田と上杉ぶつかっているんですが、今プレイしている第4回目の川中島の戦いっていうのはすごい激戦だったというふうに言われています。というわけで今謙信が寄ってきてるけど、これそのままやってると多分あっという間に壊滅させられるんで、なんとしても信玄は守らなきゃいけないんで、信玄の前にね味方の部隊を押し込んでいきましょう。勘助が出てきました。親方様、勘助お暇をいただきに参りました。流浪の身を引き立ていただいた体温に報いることもできず去る府中、どうぞお許しください。わしに何か言うことはないがございます。海津の守りはぜひ高坂正信に。あの男であればたとえ、影虎が相手であっても決して遅れは取りますまい。よがろう。ありがたき幸せではごめん。行くなとは言えぬ。策に生きる軍師は策に死ぬが宿命だが、勘助、お前まではわしを置いていくというのか。山本勘助は武田本陣を離れ迫り来る上杉本隊へと向かった。これ信門ですね。勘助、信門様、その傷は。すまぬ勘助、その方の策果たせぬは我が力及ばぬがゆえ。あ、兄上にも詫びよ。この信門、兄上のお手伝いもできず不甲斐なき策、不甲斐なき弟であったと。何をおっしゃいます。信門様ほどの副将天下広しといえ二人とおりませぬ。どうか気を確かに。勘助、兄を支えよ。武田を頼む。後に真の副将と称えられた信玄の実弟、武田信門は上杉勢相手に奮戦の末壮絶な戦死を遂げたということですね。そして勘助、待たれよ。それなるは影虎殿とお見受けするということで、まあこれ実際に勘助と謙信が話したということは史実上はないと思うんですが、まあゲーム上の演出ですね。ここで謙信と勘助が話をしています。我が秘書の策、キツツキ戦法のことですね。これをいかにして見破ったと。我が策では貴様が武田の軍師か。しかり我こそは山本勘助、貴殿を討つ男よ。ほざけ、策など見破るまでもないと。ぐはー、まあさっき勘助が謙信になぜ見破ったかと問いに対して、ここで謙信が答えてますね。我は常に敵を見る。我が目は敵の奥底を見抜く。貴様の城も見ていたと。謙信がこの山本勘助のキツツキ戦法を見破った、その理由の一つというのがですね、海津城で、夜高坂正信と馬場信春の軍勢が移動を開始する前に、ご飯をね、食べるための、その飯を炊く煙の量がですね、普段に比べて多かったというのを不審に思った謙信が
このキツツキの戦法を見破ったというふうに言われています。軍師として武田を支えた山本勘助はこの川中島で力尽きた。しかしその耳には西条山を駆け下る武田軍の馬蹄の響きが確かに届いていたと。数時間前西条山では軍師勘助が考案したキツツキ戦法は、キツツキが木を叩き驚いて反対側から飛び出す虫を食べる様子もしたものであると。影虎に動きはありませんなと。しまった、全軍止まれ止まるのだという、ここで気づいたんですね。謙信がいるはずの西条山には上杉勢はいなく物気の殻だったと。そして、正信と馬場の方原が急いで八幡原へと戻るということで、これで援軍として来ましたね。でかい。今ですね、謙信勢が1万まで減りましたね。謙信が2800、信玄が3500、信玄かなり温存しておいたんでほぼノーダメージですね。で高坂正信7000、これはもうすぐに、急行しましょう。で馬場の風春の5000も、急いで急行すると。で、信玄はこれに合流するような動きをしていきましょう。で、正影はそれを守るような動きですね。承知いたしました。お、正影がやられたか。さすが謙信強いな。これで決めるぞ。川を渡ってるんで、川を渡りきらないと危ないぞ。謙信じゃない、信玄、なんとか川を渡りきれ。川を渡りきれば締めたもんなんですけどね。ちょっとこの辺りで防御を強化するようなものを打っとかないとまずいです。橋は見えた。敵を追い込め。危ないぞ。なんとか謙信から逃げ切らないと危ない。よし、なんとか脱したかな。脱したね。そしたら馬場信春を川を渡らせて、謙信を挟み撃ちにしましょう。に続け。承知いたしました。今ちょうど承知いたしました。謙信が川を渡ってきているので、馬場信春が先に渡ってしまいましょう。お任せください。謙信の軍勢もかなり減らしてはいます。そしたら馬場信春は乱戦強化したので乱戦を仕掛けていきましょう。信玄はさらに下がります。承知いたしました。で今謙信がちょうど川の中にいるので、これを強撃するような形で馬場信春と高坂正信で挟み込めば打ち取れるでしょう。入るぞ。我に続け。入るぞ。続きなさい。我に受けぬ敵なし。ちなみに高坂正信は統率守備力が85、武勇攻撃力が78と非常に優秀ですね。馬場信春はさらに優秀、88、85。ちなみに謙信はというとですね、188、さすがだな。で謙信は98、100、強い。
け。よし、これで完全に挟み込むような形になりました。剣心を撃滅できるでしょうということで、剣心を撃破しました。川中島の戦い達成しました。というわけで、今回はですね、イベント回線だけをお届けする予定でしたので、プレイとしてはここで一旦終了したいと思います。川中島の戦い、信玄側からプレイをさせていただきました。いかがでしたでしょうか。最後まで、ご視聴いただいた方本当にありがとうございました。また別のね、戦い、こんな戦いやってほしいとか、そういったご要望とかですね、あとはプレイをする上でのアドバイスとかご意見とかあればですね、ぜひ動画のコメント欄等で、お知らせいただければと思います。というわけで今回はここまでにしたいと思います。